今週初め、新型コロナウイルスの感染者が確認された菊川市では、一部の公共施設を休館するなど、対応に追われています。菊川市の図書館です。入り口には、臨時休館のお知らせが掲示されています。菊川市では、アイルランドから帰国した市内の20代の女性が新型コロナウイルスに感染したことを受け、図書館や児童館など一部の公共施設を今月14日まで休館としました。コロナウイルスの方が出たのは本当にびっくりして、そうですね、やっぱり本が、子どもは大好きなので、やっぱり本が借りれなかったりするのはとても寂しいなと思います。菊川市役所では市民窓口を中心に、さまざまなところに対策強化中の注意書きが貼られ、マスクの着用や手洗いの徹底を呼びかけています。まず市民の皆さんが集まる公共施設で感染者を出さない、ここが一番大切に考えております。拡大防止にそういうことで詰めていきたいと考えています。令和2年度の4月の生活の約束の掲示物です、はい、もう子どもたちを迎える準備バッチリです。菊川市内の小中学校は予定通り新学期を始めますが、感染者の発生を受け、今月14日までは午前中のみの授業としました。前年度の臨時休校に伴って若干勉強しきれずに終わってしまったものがありました。これをこの4月に取り戻そうと思っていた矢先に、またこの教育活動の短縮となってしまったので残念です。感染拡大の収束が見えない中、学校現場の不安も増すばかりです。